皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回は4種のドライフルーツを使ったこねないバゲット、クープが開くオーブンの設定と一緒にご紹介します。この製法はこねない代わりに30分ごとにパンチを2回入れることで生地を作っています。ドライフルーツは前の日に水で戻しておきます。使う粉は準強力粉と全粒粉です。全粒粉は粗挽きがおすすめ。粉と塩は水を加える前に混ぜておきます。イーストとモルトシロップは水に溶かしてから加えます。すべての材料が入ったら粉っぽさがなくなるまで混ぜていきます。混ざっているように見えてもボウルの底に粉が固まっていないか確認します。粉っぽさがなくなったら水気を切ったドライフルーツを混ぜてください。動画の最後に次回の予告があります。合わせてご覧ください。粉っぽさがなくなったら30分休ませた後にパンチを入れます。パンチはまず生地を引っ張りながら 4、5 回折りたたみ、全体を持ち上げてひっくり返します。最後に表面が張るように丸めたら30分休ませてください。手に水をつけるとくっつかないのでおすすめ。パンチの間、徐々に粘りとツヤが出てくるのがわかると思います。生地が完成しました。これから冷蔵庫で12から18時間発酵を取ります。冷蔵庫から出したばかりの生地は9度。ここでは複温させずに丸めて、ベンチタイムを長く取ることで常温に近づけていきます。生地を2等分丸めていきます。生地に十分な力がついている場合は、1回折りたたむだけで十分です。逆に弱い時は、三つ折りを2回繰り返します。丸めた後の温度は16度。ベンチタイムを40分取ってから成形します。強く絞った布巾をかけて生地を乾燥から守ります。成形に入ります。ガスを全体に散らすように軽く叩きます。転がしながら太さを整えます。転がすときは利き手に力が入り細くなりがちです。利き手とは逆の方に意識を集中しましょう。
閉じ目が開いているときは指でつまんでしっかり閉じます。次はオーブンの準備です。鉄板は2枚使います。1枚はひっくり返して一番上の段に入れて予熱します。一番下はバゲット用、こちらは予熱なしです。余熱が終わったら霧吹きで湿気を作り、素早くバゲットを入れます。10分後、天板は外し、バゲットを180度回転させながら上の段に移動します。このタイミングでクープの状態が決まります。開いていない場合は最後まで開きません。焼き上がりました。レシピが気になる方は動画の概要欄にもあります。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回のアトリエキッチンは